焦ったぜ。青春は青い。おお。説得力は理屈じゃなくて勢いなんだよね。人がいない方がいいかなと思って。お前の方はどうだった？そうか。そうそううまくいかないのかもしれないぜ、マジって。どうもそんな気がしてきた。昔が出てきただろ。やっぱな。どう考えてもただの薬じゃないとは思うんだけどな。注意？あ、いや知らないけど。ただ金払って物を受け取っただけだけど。へえ、マジかよ。けどよく知ってるな。それ守らなかったらどうなるの？じゃあ死にはしないってことか。そうかな。なんとなく癖になっちゃった。言われてみればそうだよね。今日はどうするの？本当？じゃあ一緒に帰ろう。持ってるね。やだな、降らなきゃいいけど。うん、折りたたみは持ってる。でも塾の帰りとか嫌だよ。ことじゃなくてね。夜の雪の中を歩いているとなんだか寂しくなってきちゃうんだよね。雨でも寂しいよ。やっぱり雨音に囲まれているみたいな感じがする。あ、そうだ、これ名案。京介が駅まで迎えに来てくれないかな。それなら寂しくないよ。もうちょっとは悩んでよ。
ねえ、京介。私も詳しいこと聞いたよ、マージのこと。それ本当にタイムトリップのお薬？こんなこと言うと笑われるかな。私ね、その話聞いてマージが欲しくなっちゃったの。過去に戻れるなら私戻りたい。そう、そうだよね。昏睡状態だったっけ？それ本当？京介も使うつもりなの？ダメだよ、そんな。危ないって言ったの京介だよ。そんなに過去に戻りたいって思ってるの？危ないかもしれないのに。それを止めること私にはできないんだね。わかった。うん、ありがとう。付き合ってくれてありがとう。
の連絡網を探して電話しました。それで、あの…そう、国見くんに確認してもらいたいことがあって。さっき、黒猫見つけたんです。それで、その…ひどい気がしてて…それで千尋さんに連絡しようと思ったんですけど、番号が分からなくて。それで家です。すぐに商店街に戻ります。そこに病院があるんです。あの、千尋さんの番号知ってたら国見くんからかけてください。それじゃあ。ちょっと、どうしたの？え？それで今探してるところなんだよね。京介くん、なんか用があったの？ん？商店街。私も行くわ。怪我って一体何がどうなったの？どのくらいの傷かも。心配ね、あんなに小さな体だし。あ、京介。そんなにスピード出したら転んじゃうよ。私も行くよ。走っていくから。どこに向かっているの？だったら大丈夫。you
私はお姉ちゃんだから、ね。あ、京介くん。一体何なのさ、急に。サンデーがどうかした？え？怪我？なんで？あ、あったよ。あ、葵さん、服。これは猫の血が…血？あの、猫は…中で、あの、もう手術が始まってるんです。もうちょっとかかると思いますよ。ちょっと見てきますね。やっぱりまだ時間がかかりそうですね。皆さん、お友達？はい、神崎さん。サンデーちゃんのこと、説明してもいいですか？